こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、騎士竜戦隊竜ソージャーの竜ソージャーチョコです。はい、今年もやってまいりました。はい、チョコの季節がね、まあ半年に1回ですけどもね、仮面ライダーと戦隊でね、交互に半年ぶりの新しいチョコレートがね来ました。今回は、何が当たるのか、大当たりまたは抽選もありますね。限定リューソールゲット、覚醒スパークバージョンが当たると。君の手で温めて目の色を変化させろ、緑が金色に、でシールがホロ仕様で、クリアバージョンですかね、レッドリューソールの覚醒スパークバージョン、まあ、これもね2000名というのは毎回一緒ですね。で、これまあこの中に入っていれば漏れなくもらえるんですけども、応募券があって、こちらを何枚集めるんですかね。はい、こちらはね、応募券を送って抽選で当たるということもあると。はい、そんな、竜ソージャーチョコ、こちらね、でティラミーゴの形をしているようですね。で今回ですね、これを9箱、これ多分ワンカートンに14箱入ってると思うんですけども、多分その5箱はもう売れちゃったんでしょうね、スーパーで買ってきたんですけども、今回はこのね9箱を買ってきましたので、開けてみたいと思います。まあ、当たるかどうか開封していきたいと思います。はい、ついでにこのルパバトのチョコ半額になってましたんで買ってきましたね。まあ、これちょっと一回開けましょう。最初に、はい、ハズレですね。はい、まあ、これはね、自分で作ったりしたんでね、ビークルライトをねシルバーに塗ったり、シルバーに塗ってクリアを拭いて、このような感じでねして、音声もね、これオリジナル音声があったんでね、ネタバレ動画でね出しましたけども、まあ当たらないですねこれは。はい、まあこのねチョコはこの丸いドーナツ型のね形なんですけども、今回はすごい形がですね、このような恐竜型というね、ティラミーゴの形のチョコになっております。でこの開け口がここありますけど、ここをねビビビと取っていって、まあ、ここまでね取り切ると竜ソールのようになっていて、これがパカッと開いてガブ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 アクションができるというね、そんなパッケージになってます。まず1個開けてみましょうかね。あー、やばい、ちょっとここ破けちゃいましたが、はい、このようにガブガブできる、はい、ティラミーゴの口が開くぞと書いてあります。このようにガブガブできます。はい、そしてこの中の袋ですが、これに大当たりのシールが貼っていれば、レッドリューソールの覚醒スパークバージョンがもらえます。では1個目当たるか外れるか。はい、あ小吉はい、シールは入っておりません。はい、今回のチョコレートはね、内袋におみくじが書かれていますね。はい、なんかこう楽しいですね、今回はこの箱といい袋といいね、いろんな要素があります。はい、それでは2箱目。ドン、お大吉。はい、まあ外れですけども大吉です。これはね、白黒なので、ちょっとこのルーソーレッドとかブラックとか、ちょっとね形だけではわからないんですけども、まだこの頭の形でね見分けがつかないんで、まあレッドだけはここに書いてあるんでねわかるんですけども、ちょっと後でねこれがルーソー何かっていうのをね、調べていきたいと思います。ちょっとこれね、箱
これいちいちピリピリめくるのがめんどくさくなってきたんで上から開けます。せーの、はい、小吉。4箱目吉。5箱目大吉。7箱目中吉。8箱目お超大吉。9、あこれが8箱目ですね。あこれも超大吉。はい、そしてラスト9箱目小吉。はい、これなんでさっきね箱の数を1個間違えたかというとですね、出した袋がですね1個ルパパとのこれがあってですね、それで1個間違えてましたね。はい、ということで、このラッキーのこのね吉とか大吉とかのねパラメーターが 1,2,3,4,5,6 個書いてありますが、今回は超大吉が2個で大吉が2個、中吉が1個で吉が1個で小吉が3個、このような結果となりまして、ビジュアル的にはですねこれ 5袋出て、これが多分レッドですよね。このレッドが腕に装備をしているのがこれが超大吉 で大吉がこれをね見ますとこれがブルーですね、流装ブルー。大吉が流装ブルーで、中吉が、流装グリーンですね。はい、そして吉が流装ピンク、そして小吉が流装ブラックと。はい、ということで、5人なんですけど、これもう1個大大吉っていうのがあるので、これ6個なんですよね。流装じゃ5人なんですけど、超大吉がね、まあ、流装レッドのこの装備しているところなんで、多分大大吉は流装レッドのこのノーマルの何もつけていないバージョンだと思いますね。はい、ということでね、ちょっと開けて食べていきたいと思います。はい、このような、ティラミーゴの形、このような感じですね。後ろにね武装してますけど、これはドリルとかはないですね。ちなみにですね、このルパパとチョコがこれです。で、リュウソウジャチョコがこれですね。ルパパとのチョコはね軽いんですよ。で、このティラミーゴはねちょっと重いです。かなり染み込んでます。はい、ではでティラミーゴの方から食べます。はい、かなりねチョコが濃いですね。で、これルパパとのチョコ、はい、やっぱねこのリソージャのチョコの方がチョコがいっぱい染み込んでますね。そのせいかちょっと量的にねこの個数がこっち少ないんですけどまあそれでもこれねもう染み込んでるチョコの量が結構違うんで、まあ、チョコの量的には同じなのかなと思いますけど、まあ、だからこのね
ルパワタの方は数が多いですけど、まあチョコの染み込み具合がルーソージャーの方とは違うなと。まあでもこれすごいですね。チョコがかなり染み込んでてですね、濃厚といった感じです。はいはい、ということで今回は騎士竜戦隊竜ソージャーの竜ソージャーチョコを9箱開封していきました。はい、まあ当たりはありませんでしたがまあ大体結果は分かったと思いますがね、まあ当たりはなかったですけども、このようにね袋が今回ね、このラッキーパラメーターがついて、このね大吉とか吉とかねあるんで、これでいろいろ遊べるなと。そしてこのねガブガブアクションも楽しめるパッケージになっていてね、面白いんじゃないかと思います。はい、まあこの、まあ、当たりが出ればねすごい嬉しいんですけども、まあ僕は去年このねこんな感じのをね作ったんで今回もねできれば作ろうかなと思います。はい、まあこのね表面的な仕様はまあできないんですけども、この音声的にね、まあ、改造してオリジナル音声をね鳴らすことができればやってみたいと思いますのでね、その辺も楽しみにしていただきたいと思います。まあその時はねネタバレとなりますので、まあネタバレが嫌な人は見ないでくださいはい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。